かなと。ぎゅうぎゅう。何回動かすの？これ一本一つ打つのに。一回ちょっと見てみます。必ずこれ入れなきゃダメ、最後は。
つけないで。いいよいいよ、あとはいい、あとはいいよ。一番大事なことを、それとこれ、これをやらないで、はい、これ一番楽で、ずるいやり方って言われるから、去年言われて、ここが直してって言われたのが大会の時だからできなかったけど、なるべくやらない。いるんですよ。かっこいいなと思って最初それを真似してた。同じ教室にやる人も。みんなそうだと思う。かっこいいなと思って。ちょっと届くと思う。あれ一番入りやすい。
持ってください。Thank you.
てみたら割れてた。それ50万円前。なんか普通宅急便にポイント送ったらなんか割れてるな。暑いのそれ。暑いから暑いから。って下がってるし、やられちゃった。急に下がりすぎた。その後に聞いたら鈴宮さんにこれっていくらぐらいしますって2つあるから1本いらないかなと思ってって言ったら、これはいらないけどこれは50万で買いますって。そう言われたら、と思って今まで。これも多分いいのかな。これは娘使ってる。私これ多分同じだと思います。ちょっとあれ、こっちの方がなんかいい音がするよ。これはいいもん、こっちが。これは入れ替えたかもしれません、私が自分で。よくわからない。高いだよね、音が。まだ皮が硬いから、熱いからだよ。トロリンコンテン。自分が売ったやつかもしれません。あそこで買ってると思って。これは元から前のお母さんが持ってた。若い頃から休みを取って再婚したお母さん。これお父さんはこれを多分自分用に。これが鳴らないから、自分では鳴らないから多分。お母さんも気使ってたから、これを買ったと思う。皮はどっちも一緒。いや、違うと思います。
ないといけない。そこ、ね、ビシッと振らないと。なんかくねくねしてるのかな、森さん。あの時に100歳で。
浜口さん、そう、落ちるわ今、改めて聞いた。見ろこれ当たらんでよかったな。そうや、当たらんでよかった。いやいや、これやればやっぱこれ自由なんですよね。え、寄せ反戦でしょ。いやいや、反戦は自由や。寄せも反戦も自由。こんなのやったら反対寄せ。もう 今のようにこれがやったって寄せに使ったら落ちだね。無理だから。え、何歌いました今年。あれも今のも癖なんだよ。花池大会のか、大会の水は濁れど、大会はそれは貸し間違いだ。あ、大会はって言っちゃった。あ、そうなんだ。だからね、新藤さんね、見た時ニヤニヤ笑って後で言ってあげるよ。あー、なるほど。貸し間違い、貸し間違い。あー、先生気づいた、気づかなかった、気づかなかったのか。歌あかんかったですよ。歌あかんかった。歌落ちちゃった。いつもシャミ線は引っかかるんだけど、歌はでも歌いたいんですって。シャミ線はもう大体で、自分のあの3部で来年3で受けなかった。頑張ります。ほんであの中節そうそう、ちょっとあの癖が強いから、それは分かります。これないんだけど、でもいや、うちこのね、もう三段はこの心さえとしばらくは切れちゃった、もう切れちゃった。